どうもありがとうございました。なんか本当、こうやってね、たくさんの例えばシングル、そしてでなお子自身のアルバムもかなりたくさんあって、で本当に曲数がすごく多かったんですよ。でね、一番まあなんていうのかな、今までステージでも何回か歌ったことがある歌なんですけれども、この曲っていうとすごく優しくてね、気持ちがすごく温かくなれる曲というと、石川裕子さんに作っていただいた歌で、スカイパークっていう曲があります。で、この曲も本当にかなり皆さんからの支持がありまして、すごく嬉しかったんです。私自身もね、とこの曲すごく好きでしたし、でしばらくねステージでは歌ってなかったんですけれども、でこの曲っていうのは私の20歳の記念に LP を作って、でその時にこう歌った歌なんですけれどもね、そのスカイパークを最後にお届けしたいと思います。聴いてください。二人で歩きたい。